疲れ様です、本日のリハ映像ですってきた。ガンムシ、ガンムシ、ガンムシ。え、それもそこに来んの？うん、うん、そうみたい。来てない？グループでも来て、グループで来てないな。嘘、来てるよ。来てますね、来てたわ。うん、うん、とりあえず全部送ってくれてるのか。そういうこと？ありがとうございます。うちショールームしながら交通費書いてた。あー、いいね。うん、だからみんながもう言ってくれるようになった、うん、あの月始めになったら交通費大丈夫って。えりなちゃん交通費大丈夫って。え、私にも言って言ってくれて、うん、ってなって、うんうんうん、もう3日間くらいで書いてた、うん、え、私にも言ってほしい。だってあやちゃんにも言ってあげてください。ここ今からショールームするからみんなに頼もう。うん、月始めに交通費出すの忘れちゃった。だから忘れてる方いました、うん、マジで毎月恒例、うん、あの3ヶ月に1回ぐらい忘れるんだよね。本当に？そうだからさ、割とさ半年ぐらい出し、半年へこまないの？出してない。うちめっちゃへこむ多分、交通費。うん、気になるかも。確かにへこむね。切り替えられるだろうけど、うん、なんかあのでもさ、あのなんだっけ、あの春ぐらいにさ、うん、出すじゃん。あ、なんていうんだっけあれ、確定申告。あ、そう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 、うん、あれで、あ、まあ、確かなんとかなるからいいかな。よくない、よくないよくない。いや、でもまあ、でもあれで本当にちゃんと帰ってきてるかなってなるからさ、うん、やっぱ出した方がいいんだよ絶対。そうだね、交通費出したい、出したい、出したい。交通費大丈夫ない。忘れた。もう終わっちゃった。もう終わっちゃった。来月こそは絶対に出すぞ。って決めてたのに、まあ、忘れちゃうからね。忘れた。待ち受けに交通費って書いてたの先月は。あ、書いてたね。だってディズニー行った時もなってたじゃん。そうそうそう。なってたじゃん。だからが忘れなかったの、うん。まあでも忙しかったもん。うん、稽古期間だって気づいたら12月になってたんだもん、うんうん、だって7日でしょ今日。そう、多分交通費って待ち受けにしてたとしても忘れてたと思う、うん、確か最近帰ったらすぐ寝ちゃってた。寝ちゃうよね。2、3時間寝てお風呂とか入ってた。あ、起きるんだ。でもそうそうそう、 iPhone のリマインダー。なるほどね、なるほどね。でもなんか通知とか来ても忘れちゃうんだよな。そうそうそう、いろんな通知あるしね。うん、上がった。うん、めっちゃいい。でもさ、松に入っちゃうみたいな言ってたじゃん、うんうんうん、多分その松葉の人がさめっちゃさ、ここに時間かけてさ、なんかやってくれてるの、多分撮ってくれてたんだろうね。絶対怖いじゃんって。怖い怖いね。しかもさ、多分疲れてるからかわかんないけどさ、うんうん、めっちゃさ、多分5回くらいなったの。あ、誰か来た、誰か来たってなって、うん、怖い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 、誰、怖い。エマ、うわ、来た、いらっしゃいませ。何買ってきたの？おでんと、いいな。買ってきてくれたん？違う、いいな。違う、ありがとう。違う違う、ありがとう。私たちが食べるの美味しそう。で、まだやってんの？ま、まだって今始めた。そう、ごめん、始めた。そう、で、まあ、スパ行ってて、うん、で、5回くらいなって、多分寝てたのよ。うんうん、マツパなるよね。あ、マツパなる。今の話かと思う。違う、うん、なんかさ、もう、なんかなんだろう、いびき混じりの、うん、みたいな。でもさ、絶対バレるやん。うん、もう5回繰り返して。お任せてないよ。やっぱり恥ずかしい、うん、もういけない、うん、そこの松葉さ、たまにさ、うん、マッサージ機のやつあげる。あ、チアみたいな。マッサージ機あるの、あるの、うん、こうやってやってるやん。でもさ、マッサージ機ってさ、やっぱさ、うん、体ちっちゃいからでかいわけ、うん、あ、はいはい。そしてさ、多分やで、多分なんかこう首のところをほぐしてくれてんねんけど、うん、頭でこう頭をさ
るの。松葉してるやん。でさ、多分タイミング悪く、多分取り替えに来やはった松葉を、うん。で、こうやって新しいの取り替えてる時に、うん、ここでさ、そう思多分想像もしてないから、ここでグリグリされるなんて。頭こうやってなりそうやな。取り替えてくれて。絶対ダメな条件じゃないですか。そう。マジ申し訳ないと思いながらさ、ずれる。ここね、寝てるふりしたもん。絶対ダメだよ。たまにあるよね。あれ、ちょっと、もう次からつけんとこ。テロップ入れとこ。あ、おでんいい匂い。ね。あ、ごめんね。カラシート、あれ、有料やったんですか？え、無料でしょ。自分でつけるんだよ。え、どこにあった？え、カラシート。言うんだよ。あの、うん、あれだった？だってさ、の、味噌の札取ってたよ。薬味から行くんや見てるよ見てるよ見てるよ薬味から行くんや見てるやんそうミスターやっぱり入れるこれうんありがとう待って何選んだか当てていいあ食べてたあいいよいいよ今まず大根でしょ大根え何個頼んだか言って3つ大西さやな2個ちょっと待ってじゃあ大西から行こう大根糸根、うん、あうんおっしゃ卵うんもち菌、うん、ちくわ、うん、ウインナー巻き、うん、よくウインナー巻きなんて出てくる、うん、ロールキャベツ違う王道王道え王道何やったかって王道ちくわぶ、うん、違うあれウインナー違うウインナー好きやなガンモ違うあれえ言ってないよなあー言ってない王道王道王道、うん、王道ワンペン、あーそれだ。一ポイント。さゆなは、ね、は大根。ピンポーン。と大根。あと一個。卵。で、こんにゃく。正解。イエーイ。早っ。終わりかよ。イエーイ。ウインナー巻きって美味しくない？美味しい。美味しいよね。うん、ウインナー巻き好き。それさっきヤマハマに提案したらないやろ。ないやろ。え？絶対ない。美味しい。ウインナーなんて汁につけるもんじゃん。いや、違うよ。ウインナーの出汁が出て美味しいのよ。美味しいよ。そうそう。ポトフとか。ポトフとか嫌い？だって鍋とか。美味しいよ、鍋とか。うん、鍋最高。ねね。鍋パしたい、鍋パ。鍋パしたい。赤から行きたいんだけど。あー、めっちゃ分かる。めっちゃ分かる。最高。赤から大好き。赤から行きたい。赤からみんな言ってない最近赤から。まなかちゃんもずっと言ってたの前のロケの時ああ言ってたかもあ言ってた赤から寒いしねうん赤からめっちゃ最近好き、うん、今年めっちゃ行ったかもそう一回も行ってない今年行きたい赤からいいよね最後の新聞はやっぱチーズリゾットえ、はい、そうですね何にする人あの辛さ4か3あやっぱそのぐらい辛いのかな辛いの好きなんやけど、うん、辛さに体が弱いの何負けちゃうってこと？いやなんか辛いのはめっちゃ好きなの。だから辛いのはめっちゃ食べるんだけど、うん、症状に出ちゃうの。どういうこと？ジンマシンとかね。症状出ちゃう。すぐ辛くなっちゃうから、辛いの好きでもっと食べたいのに体が拒否しちゃうの。辛くなっちゃうから？そう。辛いの苦手やね多分。えでも辛いのはめっちゃ好きなの。わかるこの気持ち。辛いのは食べたいの。いやでも体が辛いのダメって言ってる。あるでしょハマが言いたいのは。あの辛いの好きやけど辛すぎたら普通に無理ってことやろ違うね辛すぎたらとかじゃないねキムチとかでもキムチとかでもすぐ汗とベロが痛くなるそれみんなやねでもでも違うのもっと辛いの食べたいほっぺやくん今かわいいなかわいい辛ラーメンとかも食べれへんあでもえでも辛ラーメンめっちゃ好きで食べるよ、うんね、なんなんだ。次だけの。食べるんやけど、体がすぐ反応しちゃうから、うん、全部食べきれへんから、ね。でも好きやねんけどな。そうなの。このもどかしい気持ち。好きなの。もどかしい気持ち分かる？分かる分かる。美味しいよねでも。あんぐらいなんか新大久保とかの韓国料理ぐらいの。うん、あ、辛いから。ねみんなで新大久保行きたい。行きたいね。ねあれ食べてそ。ソトクみたいな。ソトクソトクみたいな。申し訳ないんですけど。え、ソトクソトク。何それ？知らん？知らんって。絶対知ってる。ソトクソトク。こういうやつ？うん、なんか貼っとくかそれ。貼っとく？ほっとく？こういうの。どういうの？え、トッポギみたいなのさ。あ、串刺しみたいな。え、トッポギ付き。トッポギとなんか、なんかが刺さってるみたいなやつ？トッポギ食べたい。トッポギ食べたいよね。え、しよしみたい。え、行きたいかもしれない。
この前食べた辛ラーメンが本当に美味しい、ね、違うなんかさ家で食べる辛ラーメンとさ、うん、お店で食べる辛ラーメンって全然味違うんだよね、全然違う、ね、それは知ってる、であれも美味しい、この前食べたんだよね、そうそうそう、お店でうますぎて辛かったけど、連れてってね、連れてっか、連れてっていいよ、行こう行こう行こう、うちの行きつけ韓国料理美味しかったね、サムギョプサルも、サムギョプサルも、新宿も、うん、新宿、あ、新宿、うん、ちょっと綺麗だよね、うん、お店、うん、綺麗普通に、うん、行きたい、行こう、行こう、なんだろうね、韓国人しか知らない辛ラーメンに入れる調味料みたいなのあるのかな、絶対ある、韓国調味料みたいな、うんうんうん、だから辛ラーメンってそもそも旨味成分が少ないんだって、だからそのなんか日本って結構旨味成分が入ってるんだけど、辛ラーメン、あ、そう、ただ単にピリピリしてなんだろう、味のさコクがないわけよ、だからそれをお店は入れてるのよ、どうしたらコク出るんだろうね、教えてほしい、味の素とか、入れてるんじゃないね、味の素って体に悪いんでしょ、え、確かだって何、味の素って何って感じじゃない、まあ確かに日本人のおばあちゃんが言ってたわそればあちゃんなんだでもだってさ、味の素ってあのパンダのさ、うん、白い粉みたいなやつでしょ、うん、あれ大好き、味の素使ってないの、うん、そういうの、うちも使ってない、カツオだしだしと味の素ってちょっと違うよね、え、粉や、違うもん、違う違う、なんかさ味噌汁とかはさ、うん、本だしとかじゃん、うん、本だしって魚のだしじゃん、うん、で鶏ガラとかもさ、うん、あの中華の鶏ガラじゃん、うん、でコンソメもコンソメじゃん、でも、うん、でも味の素って何ってならない、うん、だって魚とかさ、うんね、鶏とかも入ってないわけでしょ、確かに何からできてるでしょ、ほら、の何さ、話全部や、調べて、全部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 、でもあんまり味しなくない、最悪、味の素の味好きなの、こぼれたし、でもめっちゃ持ってるよ、味の素はサトウキビからできてるから大丈夫だって、サトウキビ、グルタミン酸だって、ね、それ、あ、なんかよく聞くな、グルタミン酸って、はい、グルコサミン酸、ね、言おうと思った、味の素、サトウキビってじゃあ別に美味しくない、砂糖ってこと、いや、ごめん、味の素は人体を構成するアミノ酸の一つであるグルタミン酸から生まれた旨味治療、旨味調味料ですよ、ティッチュ、グルタミン酸は昆布や魚の旨味成分であり、旨味調味料としてグルタミン酸ナトリウムは、食品衛生法上の規定で食品添加物の調味料に分類され、同法に定められた膨大な安全性試験をすべてクリアしていますって。ねえ、こんなやつね。え、じゃあ結局は別に害ないよって。害ないんじゃない？超いいよ。うん。害ある食べ物ありません。じゃあ誰なん？誰なん？そうだよな。誰なんか体に悪いって。そうだよね。だって食べれるんだもん。害あったらダメだよ。なんかうちの髪の毛やっぱ変じゃない？どの辺が？今日さ、やばいって思ったのがさ、切れてる、ほらめっちゃ切れてる、あ、ほんまや、短いな、ね、でもそれはね、そうなる、あっ、あやばい、なに、え、なに、そうだね、やばいでしょ、なんか、ね、少ないんだよね、やっぱここ、うん、ほら、あ、少ない、少ない、少ないよね、やっぱ、うん、スケスケだよね、切れてるの、なんかさ、それはさ、なんかさ、すいてくれてるんじゃなくて、うん、切れた切れた、全部切れた、なんか、エクステみたいになっね、なんかバランス悪いよね、うん、エクステつけてる子みたいになってる、うまやでしょ、後ろすごい、でしょ、そうそうそう、え、確かに後ろすごい、やだ、ボブにエクステつけてる、ね、けてるよみたいな、うん、なんかね、付け加えてる感あるよね、うまい、エクステっぽいね、ちょっとどうしよう、でも言われなきゃ気づかない、うん、言われてみたら、だから巻いた方がいいんだろうけどさ、確かに確かに、びっくりした今、そんだけブリーチしてたらね、まあね、終わってくるよね、うん、さっき動画見たけど行けなさそうだった。まあ、小さいのも無理。立ち位置どこにあるのかすらわからない。行け。うん、みんな K じゃんここ。そうだ。すごい。うまい。嬉しい。
今日平日？平日か。今日水曜日です。週の真ん中。昨日はチェンソーマンの漫画が更新されましたね。うん、私全部見てます。私も全部見てます。チェンソー。いや見てる。ぜひぜひ。ケケケラケケ。うん。あそれそれ。ケケケラチュー。あ、夏目さんとはありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。立ち位置は立ち位置のあるよ。エイトの。そう、エイトの方にある。ルールに入ってんで。え違う、それ見てる。やばい、うちチェーンソーマン知らない人もやばい。いや。大丈夫。うん、あよかったよかった。鬼滅くらい？そんな夢じゃない。ね最近またさ、無職転生わかる？え大好きなん。ねえ。うん、無職転生全巻な見た。うん、全巻。見てて、うん、見ててんけど、うん、17巻が。あの出たから、うん、もう一回最初から一巻から見直したの、うん、やっぱすごい。いや漫画なの。え漫画や。漫画か。えアニメなんてもうまだ全然あんな序盤やねこれからこれからマジで無職転生マジでいいから見てみんな、うん、見てルーデをすごい目死んでるこっちの2人がもう死んでるもん。いやみたいなさ無職転生めっちゃ好き、うんちょっとエッチの、うん、そうだねエッチの大好きやん。深夜アニメ感あるからね、うんうんうん、えでも春から2期始まるよね。えでも、うん、春か春あ春あ春誰やねん誰にピンときてん春から春かどこの春かにピンときてん春かね何位だしテンスラってこの前やってたやつ。あテンスラ、うん、テンスラはね有名だよ。テンスラ見てないなこの前やってた。でも無職転生も転生系やから。うん、何なの転生って何。転生異世界転生系。転生系さ無職転生初めて見たから、うん、分かる分かる分かる。えそしたらう、うん、転生系めっちゃいいかも。うんうん他にも見た。え見始めた他にも。無職転生無職転生の漫画がさ、うん、17巻まで出てて、うん、そっからあのさ師匠いるやん、うん、女の子、うんうん、師匠の物語も漫画で出て。えなんだっけ、なシルフィー、シルフィーじゃないや、違う、シルフィーじゃなくて、そう、なんだっけ、誰やっけ、なんだっけ、エンデバーじゃなくて、なんだっけ、弱かった、弱かった、何の話なん、これもう、分からへんが、分からへんがな、エンデバーがめちゃめちゃ強いよ、分からへんこれ、アーニャしか分からない。アーニャ、アーニャダメ、アーニャダメ。でもアーニャまだ見てないから言わないで。スパイファミリー漫画も全部見てる。全部見てる。すごいねみんな、オタクなんだ。やっぱねいいよ漫画は。そんな好きやったっけハマって。確かに確かに。そうなんだ。詳しいイメージはある。そうなんだ。めっちゃ大好きやからそれであやねちゃんと毎週のように映画行ってた。そうだね。過去形じゃん過去形。昔さめっちゃ仲良かったよね。昔良かった週1で仲良かったよねめっちゃ。なんかさコンサートから仲良くなれたかどっかのなんかだってユニットやってたよね。えでも覚えてるもん、うん、でも方に、うん、チーム方になる前ぐらいからずっと仲良くて、うん、そうそうそうなんかぼっちがどうたらこうたらあそうぼっちやったのさやなたち、うん、そうそうそうそれでなんかめっちゃ仲良くなったのさやなたち陰キャぼっちでぼっち同士だったってことでぼっち同士でカラオケで2人で話してでそれで週1で映画見に行ってた。絶対おもろいやなんか、うん、週1で映画見に行って行っ、うん、で見終わった後にカフェで3、4時間ずつ喋って将来のことについて喋ってちゃんと友達やん。気づいたら気づいたら気づいたらなんか違う塊になってそうそうそう分裂してんだよ。気づいたぼっちを脱出したんだもんね、うん、お互いね。そっかそっかそっか、うん、チーム4になって、うん、ぼっちにならへんくなったんかもね、うんうんうん、もしかしたら。確かにそうだわ。そんなぼっちだったら。ぼっちのイメージないけど。なかったも全くないけど。被害ぼっちだよ、それ。被害妄想ぼっちやね、それだ。チーム4になる前は、なんか、ここが余ってたんや。そう。そなんだっけ違う、さ。なんだっけやろね、あれ。なんでだっけ。でも関西はだって関西で集まってたじゃあね、チーム4になる前は、うん、関西も分裂してて、意外と。あの、大西、山田、なおちゃんとかでいた。あったな、で、セリカも違う誰かといて、ぼっち。え、ルカ、ルカ、ルカ。ルカ、ルカ、ルカや。ルカ。
山田とか、あそれと服部とかあるじゃない。ああ、そうだね。でだってもう兼任する前で、うん、それで関東で残ってたやねちゃん、関西で残ってた、関西ちょっと遠いのにね。そうそう、ケタケシなんか、シュウイチレイが言ってたよ ね、 ね、仲いいイメージあった、うん、だって2人でスイーツパラダイス行った。めっちゃ仲良しやん。スイーツパラダイスやん。ウサギの身つけて、ね、2人でさ、お話し会の後さ、うん、一緒にさ、うん、制服のコスプレして一緒になっといて、ね、仲いいやん。大親友やん。大親友やん。あ、なんかミッキーの形のアイス食べながら写真ないんだで、こう何歳の時、ね、お互い何歳、ね、4年前とか、10代だった。えってことはめっちゃ子供やん。めっちゃ子供やん。でもサイナが多分高校1年生とかじゃない。そう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 、多分高校生の時に着てた制服で来たから、うんうんうん、まだ19とかだったの。だからサイナまだ15 15 15。ガキやん、めっちゃガキやん。制服着て行った、行ってたよな。ディズニーランドも行ったし。ディズニー行くってだいぶじゃない。いや、行ってた。ディズニーランド行った、2人で、うん、えそうで、2人とも眠たくなって、うん、ディズニーランド寝るお話し会があったやから、まあ、そう疲れたよな。疲れちゃって、お話し会やばいよ。やばすぎ、めっちゃやばかったよね、3人たち。え、やばい。なんかいいよ。だって、うんうん、ね、仲いいよ、うん。メンバーでディズニーランド2人で行ったの多分ここだけやもん。いや、うん、初めて2人で行ったもん。そう、ディズニー。だってその話もさ、したメンバーと2人でディズニーなんてみたいな話やる。そうそう、なんかメンバーとディズニーなんて行けへんよなって言って2人で行って。何言ってんの。メンバーとディズニーなんて行けへんしって2人で話して、うん、2人でお話し会なと言って懐かしい。懐かしい、懐かしいよ。こんな時もあったんだ。あった。だよ。5年前。5年前。やばい。やばかった。なんか体の人が変わってきた。そうそうそう。確かに、うん。みんな変わってきたんじゃない？懐かしい。卒業してたからね。そうだね。確かに。なんか。懐かしいな。懐かしすぎて笑っちゃった。だって昔さかのぼとあやねちゃんとの写真しか出てこない。持ちすぎる。あやねちゃんとの写真しか出てこない。だって普通にインスタとか開いたらさ、だって高1の時のハマやろ、あんなちっちゃいさ。そうだよね。スイーツパラダイス行って2人でウサ耳つけてる。なんかアリスみたいな。アリスみたいな。懐かしい。おもろ。懐かしい。へえ。出かけるって言ったらもうハマしかいなかった、うん、2人でさ、グレイテストショーマンのさ映画を見に行ったあめっちゃ思い出あるやん。しかも思い出あるしかも応援上映なんで普通の上映じゃなくて応援上映ペンライトもしてそんなのみたいな楽しかった。映画館で衣装を用意されてるのグレイテストショーマン、すごい。最初なんか超大好きやったから応援上映って2人で見て、そうやん。え、18がで、これあやねちゃんとの投稿やん、うんうん、その次もあやねちゃんとの投稿やん。2018年、友達いな友達いなあやねちゃんとしかほらほら、あやねちゃんとおー違う。え、初めて見たかも、これかわいい、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 涙で、ここら辺全部あやねちゃんにもらってんの。ガチで友達しないやん。ガチやん。全部あやねちゃんにとってもらって。大親友やん。大親友。懐かしい。こういうのも多分あやねちゃんにとってもらって。うん、それ撮った撮った、うん。懐かしい。大阪の握手会だもん。懐かしい。マジで。そうやん。これもあやねちゃんにとってもらった。全部やん。ほらほら、この後高橋あやねちゃんに水かけてしまった。そうだね。うん。うん。前やん、じゃあ。
劇団でなってたの。めっちゃ仲いいやん、うん、ね、めっちゃ仲良かった。ディズニー2人で行くのはもうガチ、うんうん、じゃあ2人制服制服ディズニーしたいよね、制服ディズニーしたいよねって言ってメンバーと惚れないよねって言ってたのかわいい。メンバーと2人で来れね、うん、初めて来たメンバーとなんて、メンバーと2人はな、うん、なかなかないやな。そうそうそう、うん、決まっちゃうだって、うん、決まっちゃう。そうだから暇って思わないぐらいもう喋ってたの、うん、すごいな、ずっと喋ってたね、うん、てかなんか乗り物あんま乗らずに、うん、ずっとなんか日陰に、うん、夏やったからさ、うん、日陰に生えてずっと愛したんだからなんかそこら辺でやってるショー見ながらあーショーちょっとディズニー通い慣れてる人のやり方先生で2人でショーなんか誰が見んの。おいやめとけ子供だからね、そうそうそう、乗り物にしか価値を感じれない子供時代、その時はね今やったらショー感動する、うん、確かに、うん、そうやな、懐かしい懐かしい、すご。今何時？今44分じゃあ、あと1分ぐらいで終わる、懐かしいすごくない？でもその 2,3 年で短期間でめっちゃ思い出あるってことでしょ、うん、あるね、調べよういやだなぁ懐かしいな。だってうち大西とリッタも仲いい歴長いけどさ、うんうん、なくない二人の思い出。思い出ないよね。で4人とかね、そうプールは一緒に行ったでしょ、プールは二人で行って、うんうん、二人の思い出ないよね。ない。なんか何人かといたもんね、うん、4人の思い出はあるじゃん、ね、4人で仲良かったもんね、うん、でも4人だったらディズニー行ってるし、ね、あのヨガちゃんとミス、そう初めて行った、ね、初めて、あ、そっか、そう初めてだった、初めてのディズニーでした。そうディズニーあんま、しかもそうあんまアフターシックス、アフターシックスで初めて行って、うん、確かに大西ディズニー行ってるイメージ全くない、うん、よく分からへんまずあの、なんだろう、そのキャラクターとかよくディズニーにさ、うん、やっぱすごい夢をさ持ってる人たちってさ、うん、ディズニーはみたいな、うん、すごい世界なんだよっていうのを聞きすぎてから行ったから、うん、ハードル上がりまくっちゃったんだね。そうね、うん、あ、ね、あ、うん、ただの遊園地やんみたいな、なんならのユニバとかの方がアトラクションなんか、うん、まあ確かにな、ね、確かにね、そうなのよね、分かれるよね、どっちも楽しいけどね、ずっとずっと見て見て見て、そうだね、そういう、それ流行ったよね、2人でずっと揃えてショーをめっちゃ遠いとこから撮ってるのと、いやいやろそれドアの前でずっとやってたら、いっぱい残ってる、残ってる、絶対にそのドアの前で映えたかった、ほら見て見て、かわいい、かわいい、かわいい、てか同い年じゃん、もう感覚、ね、マジで、あーめっちゃ思い出した、かわいい、懐かしい、覚えてるわ、仲いいやん、ね、しかもめっちゃ他の人に撮ってもらってるかわいい、え、かわいい、え、いいやん、え、ちゃんとかわいいじゃん、ちゃんとかわいい、これさえなんか食べたいって言ったからアイス食べたいや、つぶつぶのつぶつぶのやつ、かわいい、かわいい、懐かしい、そんな時もあったね、ちゃんと JK してるな、懐かしいね、なんかおもろ変わるね、変わったね、大人になったね、よかった、うん、みんなと仲良くなれて2人とも友達ずっと、もしかしたら2人ぼっちで一緒にいたかもしれないし、うん、ぼっちじゃなかったし、ぼっちじゃないけどね、そもそもぼっちじゃなかったけど、意外妄想ぼっちよ大丈夫、まあ、首かしげちゃった首かしげちゃった、確かに仲いいペアとかはあったかもね、うん、そう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 、ペアっていいなみたいな、ペアで憧れた2人がまああるよね、うん、確かに、俺がインキャやからさ明るく見せてるけどさ、めっちゃ気にしてるやん、ちゃんと、うんうん、10代だったから ね、うん、確かに若かったもん、ランキング用もっと、うん、用もいきます、はい、13位香港のケーキアットマーク7レンジャーアットマークナトリドンさん、
えい、13位、王次郎さん。12位、りょうたとまく、鳥ももしさん。12位、さとち、大西郡さん。おー、おいおい。11位、やすんさん。はい、11位、すみぐる群マニアさん。おー、群マニア。10位、ずーしみけんすうけさん。お、10位、りおさん。9位、りゅうすたさん。9位、おっさん、ね、インパワールズさん。8位、まぼろしさん。8位、まもさん。あれ7位、あきひこさん。7位、ひょうどさん。6位、けんきざきさん。6位、ジェリーさん。5位、ペロペロチーノさん。5位、さとし、きっすいの給料泥棒さん。4位、クロケンさん。4位、スカフェさん。3位、YK アトマーク、みんな明日周年公演ガンバーさん。3位、YSA73 さん。2位、大輝さん。2位、やすさん。1位、けんせいまきしさん。1位、夏目あね大福さん。ありがとうございました。ありがとうございました。では、引き続きリハを頑張ってきます。ありがとう、バイバーイ。バイバーイ。